ドリーミーハー、前回の続きからプレイしていきましょう。お茶でもしていきなと言われて、まあお茶して帰ろうかみたいなところからですね。リビングは小さい頃と比べて変わったようで変わっていなかった。でも引っ越したんだよね。引っ越してもあれか、中は別にあんま変わんないのか。あの奥でよく未来と一緒に遊んでいたものだ。あ、飛ばした。今お紅茶入れるわね。ありがとうございます。椅子に座りながらぎこちなく答える。七瀬ママに対してどうやって話していたっけ。敬語は使っていなかったような気がするけど。あ、ところでポテトチップちゃんって。ママ、昨日見た映画に影響されてるの。映画の中で子供のことをそうやって呼んでたから。ああ、なんか納得。この人ならやりそう。まったく、私はもう子供じゃないんだから。そういえば昔鳥の名前で呼ばれてなかったっけ。ん、そうだったかな。あのほら、さよ、さよなき鳥ちゃん。あ、そうそう、それ何それ。ああ、さよなき鳥は、うん。あとひばりちゃんとも呼ばれてなかった。あ、そうそう、そんなこともあったね。両方鳥の名前だよね。確かそう。どう違うんだろう。どう違うの。未来に聞くと、彼女はキッチンに立つ七瀬ママにそのままパスした。ひばりが泣いてる。もう朝だ。いいえ、あれはナイチンゲール。何、ロミオとジュリエットよ。ロミオとジュリエット、あのシーンぐらいしか知らねえからな。タイトルは知ってるけど。ナイチンゲールは夜に鳴く鳥、ヒバリは朝を告げる鳥。まだロミオといたいばっかりに、ジュリエットがまだ朝なんかじゃないわってダダをこねる愛のシーン。へえ。さよなき鳥は。さよなき鳥はナイチンゲールの別名よ。あ、そうなんだ。別名とかあるんだ。そっか、今の子はロミオとジュリエットを知らないのね。作品名は有名だから知ってるけど、そこまでは。ウエストサイドストーリーなら選択音楽で見たよ。まあ、あれもロミオとジュリエットみたいなものかしら。みたいなものでいいのか。七瀬ママは首をかしげながら紅茶を入れてくれる。はい、どうぞ。ありがとう、いただきます。シャレたティーカップから伝わってくる熱に少し間を置いてから口をつける。ん、ああ、美味しい。あれ、甘い。あ、ごめんね、葵くんはお砂糖二つだったと思ったから、つい。ああ、うん、大丈夫、美味しいから。少し甘いけど美味しいのも本当。よく覚えてたね、砂糖の数なんて。だって葵くん、お紅茶好きだったじゃない。確かに子供の時もみんなに混じってこのテーブルに座っていたような。ケドローとして大人と同じものを飲んで、やっぱり砂糖を2つ入れて。それにしても葵くんがまたうちに来てくれてよかった。もう遊びに来てくれないのかと思ってたから。いや、そんなことは。何かあったらいつでも来ていいからね。受験から逃げたい時とか。ちょっとぐさっとくるね。ママ私、受験って苦手でね。ちょうどあなたたちくらいの頃、もう全部嫌ってなってパッと海に来たらパパと出会ったの。始まった。受験はどうしたの。頑張って受けたわ。パパに似合う女にならなくちゃって。そういう頑張り方もあるのか。あー、すごいな。愛の力ね。まあ、そうか。やめて。でも、たまには息抜きも大事よ。どこかに遊びに行くとか。でも、あの親だったら無理だろうな、その感じ。この辺、そんなに遊びに行くところとかないじゃん。それこそ海でいいんじゃないの？逃げられたらどんなにいいだろう。そんなことは絶対に許されないだろうけど。でも息抜きくらいなら許されるのかな。あ、パパかしら。
言いながら七瀬ママは早足で玄関に向かう。もうそんな時間か。思わず時計を確認しながら立ち上がる。あ、ごめんね、ゆっくりさせちゃって。うん、いい息抜きになったよ。うん、今ね、葵くんが来てるのよ。え、葵くん？おお、葵くんじゃん、久しぶり。軽いな、ノリ。お久しぶりです。立派になったな。結局アメフトはやってないの？アメフト？全くやってないです。残念だな。この人がやってたのかな。で、やりなよみたいな言ったのかな。おぼろげだが思い出してきた。子供の頃、何かにつけてアメフトを勧められていたような。この家に男の子がいなかったから、代わりに俺に猛プッシュされていた気がする。一応タックルしたら気が変わるか。ならないだろう。もうパパ。いやー、冗談冗談。葵にとってはこのうちの子になりたいっていう気持ち強いんだろうな。ごめんね、久しぶりに青くんに会えてテンション上がってるみたい。うん、みんな元気そうで安心したよ。また漫画読み終わったら言うね。うん、早くネタバレ感想言いたいから。絶対言わないで。大丈夫大丈夫。うん、じゃあまた学校で。うん、じゃあ気をつけて帰れよ。見送ってくれる、七崎一同を背に俺は帰路に着く。なんか楽しそうな家でいいな。あれ、でも前もこんなに明るかったっけ。帰ってきてはないか。玄関を閉め、ふとスマホを見るとお母さんからのトークが来ていた。未来ちゃんは快諾してくれたわよ。で、ごめん、今日遅くなる。夕飯を自分で何とかしてくれる？後でお金は払います。ん？でもおかしくね？あれ？でもこれってあれでしょ？起こしに来てくれるようになってから2週間経ってんでしょ？あれ？冷蔵庫から夕飯を適当に見繕い、一通り、勉強に励む。だんだん机に向かうのも飽きてきて、俺はスマホを開いた。何か通知が来ている。投稿小説に新しくレビューがついたようだ。評価が高かったから見てみたけど、あまりにお粗末すぎた。ラストもご都合主義すぎる。顔が熱くなるのを感じながら、なんとなく画面をスクロールする。こういう否定的なレビューは多いわけではない。ほとんどの感想は好評だ。だが、否定的なレビューには100の好評に匹敵する力がある。まあ気になるよな。俺は基本的に見ないようにするけど、そういうのは。正面から受け取ると心が折れそうになる言葉だ。あくまでなあ、それに合わせていいことがあるかって言われると、まあそういう時もあるんだろうけど、ほぼないからな。すべてをやめてしまいたくなる。好きで書き始めた小説だし、投稿したのも自分だ。すべては公開したからだ。自分でだって完璧なものを生み出しているとは思えない。欠点も課題も改善点もある。理由はわかる。感性は個々人によって違う。自分がいいと思ったものが相手にはそうではないことを、そうでないことがあるのも理論上わかる。だからといって攻撃してもいいもんなのか。口に合わなかったからといって言いたいだけ言ってもいいもんなのか。黙って店から出て行って星1をつけて二度と来なければ済む話ではないのか。批判だけのレビューに意味はあるのか。攻撃する意味は。こういうのを書く人の気持ちもよくわかる。彼らは作品を読むにあたって時間や労力を割いてくれている。俺だってつまらない作品があったら同じことを思うかもしれない。だが傷つく。とんでもなく否定されてどうしようもない気持ちになることがある。これはどうしたって変わらない。だからやめちゃった方がいいんだよな。傷
気力のすべてが消失してベッドへ倒れ込む。何の音もしない。誰も助けに来てくれない。誰にもすごいと思われていない。消えたって同じ。俺が今日消えたところでみんなには同じ明日が来る。自分の価値を肯定し評価する材料がない。何のために生きていくのかわからない。勉強していい大学に入っていい職場に就職して何があるって言うんだ。どうせみんな等しく死ぬのに頑張る価値がどこにある。まるで何もない深宇宙に沈んでいくみたいだ。周りはすべて闇。太陽の光も届かず何も聞こえず誰もいない闇に、ただひたすら心が沈んでいく。まあでも本気でそれを仕事にしたいって考えるぐらいのことだとやっぱりこんだけ落ち込むのかな。俺みたいにさ、仕事の片手間に、片手間っていうか、ゲームやるついでに実況してるような感じだとさ、何言われても。だーね、だ。みーらい。おお、もう外でやったのかよ。まあ、起きてる時にやんのもおかしいけどさ。これ。これ消せる？ウィンドウとか。消せんのかな？ああ、ウィンドウが消えるだけか。これどっかであるんだろうな。突然よく知った声に視界が遮られた。ちょ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 。ああ、かわいい。俺はとっさに身を低くして抜け出す。びっくりした。メガネに指紋が。ついてない。ちゃんとつかないように気をつけたもん。器用だな。誰かに見られたらどうすんの？大丈夫。誰もいないの確認したから。そういう問題でもないような。背中にほがらかな、おい。ほがらかな感触も残ってるし。どういう問題？男女が密着するのは恥ずかしいでしょ。いくら幼馴染という大義名分があったって、背中に当たったものは当たってるんだから。未来が目をまん丸にする。なんで照れる？それで？え？だれだ？続けんのそれ。いやもう見えてるけど。未来。正解。もう付き合えよ。何なんだお前ら。何これ。だって小さい時はいつもこうやってたから。俺たちもう高校生だよ。しないと収まりが悪いような気がして。収まり？今も収まってないけどな。小さい時よくやってたっけ？うん、覚えてない。いや、言われてみれば。やっぱり記憶が飛んでるの？小さい時のことは。やっぱりってどういうこと？未来は俺の、額の傷を痛ましそうに見る。事故のせいって痛い？なんとなく傷のある場所を隠すように顔を背けた。うん。でもそんなに忘れてるって感じたことはないんだけど。だって私たちよくやってたと思うよ。誰だっていつもって言うくらい。なんか思い出してきた。でしょ？確かに小さい時はしつこいくらいよくやられていた気がする。そうは言っても全然嫌じゃなくて、彼女をそばに感じられることが嬉しかった。でももう小さくないから。背中への特殊ダメージが激しいんですよ。そっか、そうだね。彼女は少し残念そうな声を出した。まあ外でなければ。辛抱ならずに譲ってしまう。起こすときとかなら問題ないか。うん。それでも密着することは恥ずかしいんだけど、人に見られない分マシ、見られない分マシか。人に見られないならって、
何を考えてるんだ、この思春期脳は。楽しそうだね。五十嵐。はい。教室の隅で教科書を見ながら購買の弁当を食べていると担任の海老原に呼び出された。昼なのかな、早弁ってことじゃないよね。悪いな、昼飯中に。あ、いえ。なんすか。先生は手に何かの書類を持っている。ちょっと来てくれ。何？要件も告げずに勝手に歩き出す大男に眉をひそめながらついていく。少し行くと先生は進路指導室の引き戸を開けて電気をつけた。入ってくれ。はい。どこか嫌な予感がするけど逆らう理由がない。俺が椅子に座ると先生は扉を閉めて迎えに座る。五十嵐、お前の夢は何だ。夢？はい。夢だよ、夢。夢？進路指導室で聞くことだろうか。何なんですか。文学部、法学部、人間科学部。お前の希望表、志望学部を絞り込めてないよな。学部バラバラで、大学入ってからしんどいからな、本当に。やりたいことの、やりたいことないと大学って本当にしんどいよね。有名校志望なのは別にいいことだし、お前の成績なら手が届くだろうしな。それにまあ、興味がたくさんあるってならそれでもいいんだけどよ。あるならばか。いや、こういうことは、本来首を突っ込むべきじゃない。いや、いい先生だと思うぜ。こっからは教師の領分じゃない。それは分かった。だるそうなくせに。いいじゃん。今まで何人も見てきたし、めんどくさいことになるのは俺らの方だしな。だけどお前は成績優秀、そこにも問題がなく、いいやつだろ。いいやつだからまあ、なんというか気になるんだよ。お前はこれ何をやりたいんだ。五十嵐っていう人間がどういう進路を希望しているのか俺には見えなくってな。他の人のは見えるんですか。シンガーソングライターになりたいとか、あとは芸人になりたいやつとか、まあ教師やってるとなんとなくわかるんだよ。その子の方向性っていうか夢っていうか。だけどお前のは全くわからん。小説？それで食べていけるの？進路ならそこに書いてある通りです。あのな、五十嵐、大学ってのはゴールじゃない、一個の通過点なんだよ。うん。大学で学んだ後どうなりたいかってのを考えておくのが大事で。ちゃんと起きて、内申点が下がるでしょ。勉強していい大学に行っておけば出世も早いんだから。ゴールですよ。え？大学はゴールなんです、俺にとっては。そこに書いた大学に行けるならどこでもいいので。その先のことは。小説家になりたいなんて言ったって仕方がない。夢を語ったところでへし折られるだけなんだから。でもそれ以外にやりたいことなんてない。だけどそれよりも今はゴールさえできれば何でもいいです。ああ、これ特に問題はないんですよね。ああ、じゃあもう行ってもいいですか。まだ弁当が残ってるので。急に呼び出して悪かったな。いい先生なんだけどな。言えないことがあるとこうなるよな。いえ、俺は先生の目を見ることなく席を立つ。こんな普通の学校で体育教師なんてしてるやつに分かるわけがない。お前も、失礼しました。下に見すぎなんだよ。他人行儀に会釈をして進路指導室の戸を閉める。闇が深えな。な。
あ、やべ紀ノ国屋はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。